沼孝太のいやどうもチャンネル。いやどうも。前回の動画に引き続き、はい、敵カメロンの時期にやってきました。はい、やってきました。はい。こんにちは。もうだいぶ今年は晴天が多くて、めちゃくちゃ伸びが早いという話ですけど、はい、もう手が間に合いません。手も借りたいぐらいです。煮物狂いですか。煮物狂いでやってます。3月末って言われてたハウスがとっくに終わってるっていうね。終わってます。このハウスだったら多分3月ぐらいですかね。いやどうも。これですね。これが間引いたメロンです。これ間引き終わった状態。間引き終わった状態。こいつらはもうあれか。こいつら選ばれし者。選ばれし者か。これから最高級メロンになる。間引き終わってない状態が、それだいたい1個に2個ついてる。1個、2個のから、これはずーっと、これが3つ目。でこれが4つ目です。4つついてます。おお、だいたい1つのないから4つ。4つつけてます。これをこう見て、大きかったり形がいいやつを残して2個にします。2個にした結果、取れたのが鉄カメロン。これが鉄カメロン。鉄カメロン。これは地元なら買えるの？地元なら買えます。地元の直売所とか行けば。どういった食べ方がおすすめですか？まあ漬物ですね。これがなんかこの間炒めたけど。マジですか？野菜炒めにして食べれました。うん、全然。まあ急に嬉しかったなんかあれに、なんかズッキーニみたいなやり方をするとうまいっていうふうに俺は知るけど。確かに。カメラ、これが次は次の工程はどんな感じ？なんと次の工程、収穫までほぼないです。あ、そうなの？あ、まあ、ちょっとこうメロンを起こしてあげたりとかはありますけど、基本それだけ。もう、あ、そうなんだ。収穫までほぼ何もしないです。ここまでがじゃあ結構大変なところ。実質ここまでが一番大変なところです。あ、そうなんだ。じゃあ次は5月のゴールデンウィーク明けですかね。にしょっぱなが、はい、楽しみですね。今年は出来が良さそうですか？良さそうですね。天気いいんで。こんな天気いいんでって言ってる今日がクソ雨降ってるけど、それはプロデューサーが雨を取ってたんだけど、僕のせいだろう。磨きとかもあるもん。このメロンは磨きじゃなくて、うん、もう機械通して洗っちゃいます。ああ、それも結構見てたら面白いかもしれない。あ、そうだね。はい、じゃあ次は収穫と出荷。はい、じゃあそのギャロ忙しい時期にじゃあ、取材しに来るわ。お願いします。はい、じゃあ次はその時期によろしくお願いします。お願いします。